SCP-1318、JP に寄生された体。アイテム番号 SCP-1318、JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-1318、JP は現在多数の個体が収容されていません。SCP-1318、JP は実験用個体をサイト、81、内の水槽にアジに寄生させた状態で保存してください。保存する個体は5体までとし、それ以外の個体は処分します。また機動部隊を、31、七輪隊は全国の卸売市場に潜入し、現在保存してある個体以外の SCP-1318、JP を発見次第処分してください。SCP-1318、JP に寄生された人物が発見された際はその人物の隔離、家族へのカバーストーリー、事故による死亡を適用します。説明、SCP-1318、JP は外見上アニサキス、学名、アニサキス、に類似した生物です。SCP-1318、JP は通常のアニサキスと同様、アジやサバ等の魚介類に寄生します。寄生された魚には眼球内部に白い線状の物体が出現します。この物体が生成されるプロセスなどは未だに判明していません。SCP-1318、JP は子流動体です。約1時間に一度交配し、1回に5個程度の卵を産むことが確認されています。通常のアニサキスと違い異常な対比性と耐酸性を有します。このため処分の際は必ず圧死させるようにしてください。SCP-1318、JP の異常性は対象を女性が経口摂取した際に発生します。これまでに男性への異常は確認されていません。女性に経口摂取された場合 SCP-1318、JP はその人物の胃に寄生します。経口摂取してから1週間以内に回復手術等をして SCP-1318、JP を取り出した場合、異常性発現を阻止することが可能です。経口摂取から1週間以上経過した際、対象の足の付け根が変化し、元の足と同じサイズの魚のオブが出現します。魚の種類は様々で、今までにタイ、アジ、サバ、マグロ、サメなどが確認されています。変化した部分はいかなる手段を用いても切除することはできませんでした。さらに対象の肺は水中での呼吸に適応する構造へと変化します。この変化の後、SCP-1318、JP は対象の胃から消失します。このようにして寄生された人物は水中での活動が容易になりますが、上陸した際には呼吸困難に陥ることが確認されています。ホイ SCP-1318、JP は年、2000年に秋田県、市で、娘の足が魚に変わった、という通報を受け、警察内に潜入していたエージェントによって発見されました。その後、年、2000年に機動部隊を、31、七輪隊によって、ある廃ビルから SCP-1318、JP が発見されました。その際オブジェクトは水槽の中に5体存在しており、その後収容されました。下記にその際発見された文章を記載します。お元気ですか？あなたに頼まれていた商品が完成しました。これで女の子の憧れ、いや夢を実現させることができますね。今回は10匹を送ります。日本生類総研、解読不能、博士から夢見テクノロジー様へ。このことから、今までに発見されている SCP-1318、JP を含めても、最低10体。すべての個体が交配したとしたならば、タイの SCP-1318、JP が収容されていないことになります。ホイに SCP-1318、JP 感染者インタビュー記録。対象、SCP-1318、JP に初めて寄生された人物。18歳。以下 SCP-1318、JP、1。インタビュアー天ヶ崎研究員。不期対象は水中でインタビューに対応しています。200、年12月25日。こんにちは SCP-1318、JP、1。体調はどうですか？全く問題ありません。それはよかった。ではお話を伺います。わかりました。ではまず何から？その足について何か意見はありますか？動揺した様子で。この、
2秒沈黙。なしですが、実は私、妖気炎の頃に絵本の人魚姫を呼んで、人魚になりたいなーって思ってたんです。人魚にですか？はい、憧れていたんですよね。綺麗な声で、海も泳げて、可愛くて、でも、15秒沈黙。物語の最後であの子は死んじゃう。7秒沈黙。それでも私はあの子になりたかったのです。その思いがこうして現実になったんですよね。なるほど。私、この体になったからって悲しんだりはしていませんし、嘆いたりもしていません。だって、夢が叶ったんですから。ホイさん SCP-1318-JP 調査結果。SCP-1318-JP-1 は、自分の夢は人魚になることだった、という供述をし始めます。ですが調査の結果、どの SCP-1318-JP-1 も昔の夢は、人魚になること、ではありませんでした。このことから SCP-1318-JP は感染者の認識を書き換える能力があると思われます。